皆さんこんにちは、タッシアンダンサーギャバンです。久しぶりの動画投稿になりますけれども、まあ雑談系はね、あのダンスの動画ちょこちょこ上げてますけれども、久しぶりにヒゲ脱毛のですね、経過報告の動画を上げていきたいと思います。前回短い動画でちょっと今の経過報告、濃くなって、で打ってしばらく経つとちょっと抜けて、でまた生えて打って、で今抜けてますよみたいな感じの短い動画を上げさせていただきましたけど、今年の3月というか、まあ、先月ですかね、3月の頭に、11回目、ゴリラクリニックのヒゲ完了コース、メディオスターという機械だけで、11回の照射終わって、で、1ヶ月ぐらい経って、まあ、2週間後ぐらいから抜け始めましたけど、抜け落ち始めて、今多分抜け切った感じですけど、まあ、まだ残ってますけど、部分的にすごく薄くなって、で、全然薄くなってない箇所もありますよっていう状況が、まあ、写真で、掲載したような感じですね。で、今度5月に、2ヶ月後ですね、5月に打って、ヒゲ完了コース多分年6回だと思うんですね。2ヶ月に一遍打ちますから。だからそう考えると、本編の1年間、もうこれ終わってますけど、あとアフターフォローの3年間、合わせて4年間のうちの、4年間でだから24回ですか。24回あるうちの12回が今度の5月で終わるっていうことなんで、ちょうどその折り返しのところまで来てるっていうことですね。もうすぐ来るよっていう感じの状態が今の状態ですね。だから、ありがたいことに YouTube の動画の他のね、ヒゲ脱毛の動画の方にコメントもいただいてね、そのヒゲの濃さだったら、ヤフレーザー一択でしょうとか、ヤフレーザーやればもっと薄くなってるよっていうような、ありがたいコメントいただいてありがとうございます。ただ、やっぱりこう、前回、それをこう、そのコメントを念頭に入れながら、施術受けてましたけど、いや、メディオスターでも十分痛いっすよ。いや、本当に、ヤグ、そっか、ヤグ行きたいなと思ってこう、やってましたけど、いや、痛いっす。うん。メディオスターでも照射レベル上げれば十分。だから前々回ぐらいから照射レベル上げたんですかね。メディオスターでも照射レベル上げて、ちょっとヤグっぽく、打つことができますよっていうふうに看護師さんの方が言われたんで、あ、じゃあそれでお願いしますって言われて、今回3回やりましたけど、で、1回目は抜け落ちなかったんで、さらにちょっとレベル上げて、前回と今回っていう形で打ってきましたけど、うん。今まさにこの、ヒゲの、このあたり、ヒゲの真下のこの辺すごくなくなってはいるんですけど、ここ一番最後でしたけど、めちゃ痛かったですね。うーんって感じでした。ちょっとうめき声出ちゃうかなみたいな感じでした。僕の場合、正気麻酔って言って、若干その酔っ払ったみたいな感覚になるような麻酔をこう鼻から吸引して打ってるんで、何もないよりかは、まだ、良くなってる状態だと思うんですけど、まあそれでも終わった後ちょっとこう、涙目になってるような状態でね、痛かったなーっていう感じだったんで、だから打たれながら、うん、やっぱり僕はちょっとヤグレーザーお願いしますとはちょっと言えないなっていう感じなんで、うん、だからまあ僕の場合はね、今のところですけど、まあ次回もメディオスターで予約しましたから、メディオスターだけで、まあこんな感じになるんだみたいな参考にしていただければと思います。まあ僕痛みに弱いっていうのもありますけど、ゴリラクリニックでね、ヒゲ脱毛考えてらっしゃる方、ヤグの方がいいのかな、メディオスターどうなのかなって思った時に、メディオスターだけで、やってるやつだと、あ、こんな感じなのかっていうのをね、一つの参考にしていただければと思いますけど、僕から言えるのは、ヤグと言わず、メディオスターでも十分痛いぞと。まあその代わり前回もお話しましたけど、元々のメディオスター、照射レベル上げる前のメディオスターって何回もこう往復するんですよ。ピピ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 って何回も往復するんですけど、まあそれに比べると、まあどっちも痛いですけど、今の照射レベル上げたやつの方がヤグっぽくて一箇所ワンショットですから、だからどんなに痛くてもとりあえずそこはもうその日はもうやらないっていうことなんで、まあまあ、今の痛みのレベルでね、何往復もされたらもうほんと地獄なんで、うん、その点はまあ逆に良かったかなと思います。だから今後、そのね、間もなく2年目終わりますけど、3年目以降突入してきて、看護師さんに例えばね、背中を押してもらってそろそろヤグいけるんじゃないですかとか、うん、っていうのがあれば、またちょっと切り替えたいなと思いますけど、今はもうメディオスターだけでも十分痛いんで、うん、だから結果的にね、あんまり薄くならなかったとしても、僕的には後悔ないです。
痛いんで、まあ、さ、あの痛みじゃしょうがないよねって自分自身の言い訳は取れるかなっていう感じなんで、40万ぐらいかかってますけど、まあ、本当にね、ヤグだったら通日になってたとしても、うん、まあ、しょうがないかなっていう感じで諦めが効くので、まあ、ぜひ、ご覧になっていただいている皆さんは、メディオスターだとこんな感じになるんだっていうのをね、ぜひ参考にしていただければと思います。ヤグには転向できないんじゃないかなと今の中ではちょっと思ってますけれども、メディオスターでもこれぐらいの効果がありますよというのを随時今後も、報告していきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。アシアンダンサーギャバンでした。ありがとうございました。マルルー。